アーネスト・トーマス・ベッセルは、イギリスのジャーナリスト。大韓帝国において、大韓毎日新報を創刊し、反日的な報道を行った。ペソルの朝鮮名を持つ。1872年11月3日、ブリストルに生まれる。16歳で来日し、32歳になる1904年まで、ベッセルは、神戸で貿易業に関わっていた。 1904年に日露戦争が勃発するとその取材のためにデイリークロニクルの特派員として大韓帝国に渡った。戦争後もそのまま同地に留まり日本の帝国主義的な振る舞いを報道した。ベセルは日本軍兵士による朝鮮人に虐待や朝鮮人が不公平に取り扱われていることに気づいた。まもなくベセルは デイリークロニクルを退社し、朝鮮の独立運動家であるハリキタクと共に、朝鮮における初期の新聞の一つであるザ・コリア・デイリー・ニュースを創立し、1904年7月18日から発行を開始した。当初は、英語版だけであったが、翌年からは、大韓毎日新報として、英語、ハングル、漢字、ハングルコ根性文で発行されるようになった。記事は、 日本の大韓帝国統治に対して極めて批判的であった。牧院職やサルサイヒ広シといった公日活動家が記事や論評を書いた。大韓毎日新邦日露戦争後の1905年に第二次日韓協約が締結され、大韓帝国は日本の保護国となったが、英国人の違い方権は継続していた。したがって英国人である、 ベッセルが発行する大韓ごと非新法は現地の法律に仕方は必要はなかった。しかし英国の法律に違反しているとして1907年10月にはソウルの領事裁判所に起訴され6ヶ月の保証借法金を支払っている。翌1908年6月にはハンスンの投官府に対する暴動煽動の都がで 上海の英国高等領事裁判所に起訴された。ベセルは、暴動扇動罪で有罪となり、3週間の、禁錮刑と6ヶ月の保証釈放金を、支払いの判決を受けた。朝鮮には適当な監獄がなかったため、上海に移送され、英国領事館の拘置所に収監された。釈放後に、ハンスンに戻り、新聞の発行を続けたが、 1909年5月1日、結核で死亡し、陽活外人墓地に埋葬された。朝鮮人の手により、ベッセルの記念碑が建てられたが、日本によって破壊された。1964年、元の記念碑の近くに、韓国在住のジャーナリストにより、新しい記念碑が建てられた。1968年、韓国建国勲章が叙勲された。 プレス、オフィスオブザ・プレジデント・ウルソー・サイテッド・バイ、ニコール・公演、ジャパニーズ・ペリオディカルズ・イン・コロニアル・コリア、レポート・オン・ジャパニーズ・ビブリオグラフィー・アクセスト。オン・コロンビア・ユニバーシティ・ NYU ・ウェブサイト・アット・ジュライ27、2006ノース、チャイナ・ヘラルド、27順1908、P825 19ハットノース、チャイナ・ヘラルド、27順1908、 P841 ハットクラーク、ドナルド・ N、ポンプエド、ザ、ソウル・フォーリナーズ、セメタリー・アット・ヤン・ファージョン、アン・インフォーマル・ヒストリー・ウィズ・ノーズ・オン・アザ・ーセメタリーズ、イン、コリア・アンド・インディビデュアルズ・アンド・ファミリーズ・イン・ザ・ヒストリー、オブ・ザ・フォーリン・コミュニティ・イン・コリア、ソウル、ソウル・ユニオン・チャーチ、1998。ありがとうございます。